皆さん、こんにちは。トニー高谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前回、ハンダ型を使って、キハ82の車体を分解いたしましたが、今度、再び組み立てていく際には、ハンダ付けを頻繁に行うことになります。また、しばらくお休みしている自作編の動画でも、次回はハンダ付けの作業をご覧いただく予定にしています。それでハンダ付けのやり方につきましては、これから先何度もハンダ付けの場面が出てくると思いますので、そちらの方をご覧いただくとしまして、今日はハンダ付けに必要なものについてご紹介してみたいと思います。これから真鍮板で自作したり、レストアキットの組み立てをやってみようと思っている方の参考になればと思っています。それでまず当たり前ですが、ハンダ付けにはハンダゴテが必要になります。例えば Amazon とかでハンダゴテで検索したらいっぱい出てきて、どれを使ったらいいのかわからなくなってしまうかもしれません。昔はこんなことはなかったんですがね。とにかく前回でもご紹介しましたが、80W とか 100W とかのこのようなタイプのハンダゴテをまず用意してください。これらは小手先が大きいです。ですからこんな表面積の大きなものにハンダ付けする場合は、小手先が大きい方が熱が伝わりやすくなります。例えばこちらは EF58 ですが、屋根の上にもう1枚真鍮板を貼り付けています。これだとか車体を補強するアングルとかを取り付けるときには必要になってきます。このように接触する面積を大きく取れば、熱もよく伝わって作業がしやすくなります。それで私が若い時は、これ一本でこのような細かいところまでハンダ付けしていました。ただ当時はこのタイプのハンダゴテしかありませんでしたんでね。ところが今はセラミックヒーターのハンダゴテが出てきまして、作業によって使い分けできるようになりました。私も一本持っています。中国製がたくさん出回っていますが、こちらは国産です。普段は 20W ですが、130W まで急速に加熱できる優れものです。ただし、小手先がこちらと比較してかなり小さくなっています。ですから表面積の大きな部分には熱が伝わりにくく、ピンポイントで使用するところしか使えません。逆に全体に熱が伝わりすぎると困るような小さな部品を組み立てたり、大きな小手先を入れにくいようなところの手すりなどの取り付けなどは重宝しております。ということで、まずハンダゴテについて簡単に紹介いたしましたが、ハンダゴテを使われる際は、ハンダゴテを乗せる台を用意してください。加熱したゴテを机の上などに直接置くと、火事の原因になってしまいます。いろんな種類のものが売っていますので、ぜひ用意してください。次に必要なものはハンダです。こちらもいろんな種類が売られていますが、鉛が使われているものを使用します。近年は健康や環境への悪影響に配慮して、鉛の入っていない鉛フリーハンダがかなり出回っています。けれども融点、すなわち溶け出す温度が高くなったり、その割にくっつきにくかったり、
後でハンダが取れてしまったりして模型の工作にはあまり向いていません。それで鉛の入った有塩ハンダを使いますが、これも鉛の含有量によって種類や融点が異なりますので、作業に適したものを使用します。私が使っているものをご覧いただいていますが、使用箇所によって使い分けしています。こちらが鉛 50%、 錫 50% の割合でできたハンダです。車体と妻板を接合したり、強度が必要なところとか、ハンダを盛るようにしたい部分に使っています。こちらは鉛 40%、 錫 60% のものです。融点が190度です。私が一番多く使っているハンダです。こちらは鉛 37% で、錫 63% で強小ハンダと呼ばれています。融点は183度です。こちらとこれは糸ハンダと言われているタイプで、こちらは棒ハンダと言われるものになります。あとこちらは中にヤニが入っていて、配線などには使いますが、車体の製作には使いません。とは言っても昔はこれしか手に入らなかったので、車体に使ったりしていました。それとこちらの2つは低温ハンダとして売られているものです。こちらは融点が165度になっています。こちらのセラミックハンダごてで、手すりなどを車体に取り付ける際にこちらの強小ハンダとともに使用しています。こちらの低温ハンダは融点が95度ということで、ホワイトメタルの接着に使えるそうですが、真鍮線の手すりとかの取り付けには強度不足のようで、あまり使っていません。小さな穴埋めに使ったりはしていますが、耐久性はよくわかりません。次に必要となるものがフラックスです。前回のキハ82の分解にも使用しましたが、説明もなく使用しましたので、何のことかわからない方もいらっしゃったかもしれません。簡単に言いますと、ハンダが溶けて流れやすくする液体またはペーストです。これ以上の説明につきましては、私も詳しいことはよくわかりませんし、わかったとしても話が長くなりますので省略します。私がハンダゴテを使い出した頃は、こんな松ヤニが主成分のペーストしか手に入れなかったので使っていました。かなり使って変色もしています。その後マッハ模型から塩化亜鉛溶液として販売されて、長い間使ってきました。マッハ模型さんは昨年廃業されましたが、この塩化亜鉛溶液はモデレスイモンさんで、マッハ模型のブランドで今でも販売されています。ただいずれにしましても、私としましては通販で入手しなければならない状況になりましたので、塩化亜鉛溶液がなくなった後はこちらのステンレス用のフラックスを使用しています。これ袋に入れてますけどね、蓋をしていても漏れるんですよ。製造メーカーさん、なんとかしてください。会社名は出しませんけどね、とにかく液が漏れると接触した金属は錆びますし、紙や布、木製品も変色してしまいます。本当、改良してください。
お願いします。クレームはここまでにしておきまして、使用する際この製品の一滴でも鉄道模型の組み立てにはかなり量が多いです。それと濃度が高いです。そのため小さな皿などに垂らして水で薄めています。1対1くらいの割合で使っています。使用するときはティッシュペーパーを小さく切って丸めたものを薄めたフラクソに浸してピンセットでつまんで使用しています。ハンダ付け終了後はハンダ付けしたものだけでなくピンセットなどの使用した道具もすぐに水でよく洗っておきます。洗わなければすぐに錆が生じますし、プラスチックは変形します。フラックスにつきましてもたくさん種類があります。ステンレス用とか金属用として売られているものなら大丈夫と思います。ただし配線には絶対に使用しないでください。使用する場合は電気用を買ってください。以上、鉄道模型のハンダ付け作業で必要なものをご紹介いたしましたが、他にも必ずしも必要ではありませんが、こんなものもありますよという品物もありますので、いくつかご紹介いたします。最初にご紹介するのが小手先です。こちらのセラミックヒーター式のハンダ小手ですが、買った時についてくるのがこの円錐形の小手先です。他にいくつか形の異なる小手先が別売りされていますので取り寄せて使っています。はじめからいろんなタイプの小手先とセットにして売られているハンダ小手もありますが、別売りの小手先を購入される場合はメーカーによって規格が異なりますので、よく調べた上でご購入してください。それとこちらの小手先ですが、作業を行っているうちにこのようにへこんだり欠けたりしてきます。また全体が黒い酸化膜で覆われたりします。軽度の場合はペーパーヤスリで削りますが、ひどい場合は鉄鋼ヤスリで削って成形します。何度もヤスリで削っていると小手先が小さくなってしまいますので、交換用の予備の小手先を用意しておくと良いでしょう。またハンダ小手のこの部分にはヒーターが入っていますが、何らかの原因で切れた時のために国産メーカーなら交換部品を用意してくれています。ただしネット通販で購入すると送料がかかってしまいますので、使用年数とかを考えれば新しいのを買った方が安くつくこともあります。次にご紹介するのがこちらです。パワーコントローラーとかスピードコントローラーとか温度調節器として売られています。長い時間ハンダ付け作業を行っているとハンダごてがオーバーヒートしてきます。また作業によっては通常よりも少し低い温度でハンダごてを使いたい場合もあるかもしません。そんな時これを使って温度を下げることができます。便利な器具ですが、私はあまり使っていません。どうしてかと言いますと、こちらのハンダごての場合、この黄色いボタンを押したり離したりすることである程度の温度調節ができます。またこちらのハンダごてもスイッチ付きのタップを使用していますので、オーバーヒートする前にスイッチを切ったりしています。3番目にご紹介するのが拡大鏡です。ハンダ付け用としていろいろ販売されています。
こちらは楽天で売られている商品のコピーをご覧いただいています。私はこのタイプの拡大鏡は持っていませんが、代わりにヘッドルーペを使っています。中高年になるとどうしても老眼が進んでしまいますので、ぜひ用意しておきたいものです。また視力の良い方も今まで以上に細かな作業が可能になると思います。次にご紹介するのが判断吸収線です。文字通り余分な判断を吸い取らせて除去する洗剤ですが、私の作業ではあまり出番がありません。余分な判断を除去するといえば木下げという道具がありますが、私は所持していません。他のもので代用しているからで、こちらにつきましては今後の動画の中でご覧いただく予定にしています。以上、ご参考までにハンダ付けに必要なものをご紹介いたしましたが、実際に使用されるのは皆さんです。ご自身に合った使いやすいものを見つけてハンダ付けを楽しんでください。今回もご視聴いただきありがとうございました。